こんにちは。今回はプロモーションに30億円、40億円かけたとも言われている、少女隊を取り上げてやっていきたいと思います。胸騒ぎ、ざわ、ざわ、ざわだな。そうね、キャッチコピーね。結果から言えば嫌な胸騒ぎ、ざわ、ざわ、ざわ、になってしまったわね。そうだな。これだけのプロモーション費用をかけたけど、結局それだけの費用を回収することができずに事務所が倒産してしまったぜ。この事務所には松崎しげる、アンリ、大場久美子、岡田奈々、高岡早紀、松本伊代、本田美奈子、おにゃんこクラブの新田恵里、福永さとみ、相良春子、他にも何人か所属していたわね。相良春子さんってそういえばいたよな。知らない間にいなくなってしまったな。そうよね。スケバンデカツーのビー玉のお経よね。今思うと、ビー玉ってって感じだな。そんなことを言ったら、折り紙もなかったっけ？そんな記憶があるんだけど。話がそれると先に進まないから、話を戻すわね。そうだな。で、そんな方たちが所属していた事務所が、莫大な費用をかけて売り出したのが少女隊。少女隊のメンバーは美穂、玲子、ちいこの3人です。オーディションによって選ばれてるぜ。この少女隊は結果からしてわかるように様々な不運があったりで、うまくいきませんでした。うまくはいきませんでしたが、少女隊のファンとしてはあの福山雅治さんがいます。メンバーの美穂さんのファンだったみたいで、上京の目的に少女隊のバックバンドをやってみたかったみたいだな。まあ、そんな少女隊なんですが、うまくいかなかったポイントとして、従来のアイドル路線には持っていかず、アーティスト路線で歌番組に出演しなかったことが裏目に出てしまい、ブレイクできず、しかも、タイミング悪くグリコの CM がとある事件で放映できず延期になりました。そんな感じで、うんと事務所の売り出し方のミスチョイスでロケットスタートができず、1年後にはメンバーのチーコが椎間板ヘルニアで芸能活動が困難になり、脱退、その後にチーコの抜けた穴を新メンバー友が加入します。この友は本名が引田智子といって、初代引田天功の娘だぜ。引田天功は脱出マジックで有名でした。2代目はプリンセス天功ですね。今はあまり聞かなくなってしまったな。どうなってるのかな？まあ、そんなことでやはり話題にはなったそうです。ちいこが脱退する前に方針転換として、曲の作詞に秋元康さんが担当するようになりました。そんな秋元康さんが加わり人気が上向きになってきた頃にちいこが脱退。時悪くメンバーの玲子がドラマで負傷し番組の3本をキャンセル。デビューしてから不運なこと続きでした。でも、作詞に秋元康さんが加わり、プロモーションも大幅に変更したことにより、徐々に人気が上昇してきたぜ。少しまとめると、1984年8月デビュー。テレビに露出しない方針でブレイクできず、デビュー前の CM が事件に巻き込まれ延期。次の年の1985年曲の作詞に秋元康さんを起用、人気が上向きになってきたところで、チーコが体調不良で脱退。チーコに代わり初代引田天功の娘友が加入します。まあ、最初こそつまずいたが、プロモーションを大幅に変えて、メンバーも代わりこれからどうなっていくかだな。2年目となる1986年はツアーを開催。写真集も発売。この写真集はアーティスト路線では売れないからということで、開き直ってのことだそうです。メンバーも期待をかけられて結成されて、結果を出せなかったことに悔しい思いをしていたみたいだぜ。まあ、それはそうでしょうね。そして当時では異例の、アジア向けのマーケティングをデビュー初期から展開し、後期には日本よりアジア各国での人気が高かったようです。デビューの年の1985年には香港の映画にも出演していたぜ。1986年と1987年には東南アジアツアーを成功させるなど、香港、タイ、シンガポール、マレーシアなどのアジア各国で人気を誇りました。1988年にはソウルオリンピックのイメージソングコリアを歌い、韓国でも大ブレイク。1988年8月18日には日本語の曲が禁止されていた韓国で、戦後初めて放送で日本語で歌ったんだぜ。アジアでの評価は高く、その影響力はセトレという韓国で3人組の女性アイドルグループを結成することに至ったり、台湾では同じ少女隊という名前で、日本でも活躍した、ビビアンスーが在籍していたアイドルグループができたりで、アジアでの評価は高かったみたいです。ただ、この成果は国内では話題にならず、残念なことになってます。韓国で初めて日本語で歌った1988年。その翌年1989年には解散になってしまうぜ。所属事務所には先に話した、タレントたちもいたのですが、少女隊に巨額の30億、40億とも言われる多額の投資が、一因となり1992年に事務所が倒産に至ってしまいます。これはすごいことだな。
解散した当時メンバーは相当な精神的ダメージだったろうな。まあ、解散した時は肩身の狭い思いをしていたんじゃないかな。想像に難くないな。解散した後には女優や声優で活動。レイコ、ミホはドラマや写真集でオールヌードにもなってるわね。なんか闇を感じなくないか。責任を取らされてるような。わからないけどな。メンバーの友さんも解散後歌手、声優、グラビアモデルで活動していたんだけど、騙されて、オールヌードを取られそうになって、嫌気がさして芸能界を引退したそうね。何かしらの責任を取らされる感はあったのかもしれないな。まあ、どうなんでしょうね。いやー、正直普通に売り込めばよかったんじゃないのだったな。そうねー。まあ結果論だからもうしょうがないことね。この少女隊がいたことにより、福山雅治さんが上京を目指すきっかけになったしで、よかったんじゃないでしょうか。その後1999年には1999少女隊で再結成されたぜ。この再結成は初期メンバーのチーコも参加して4人でやるつもりだったが、美穂がその時に妊娠中で不参加になったぜ。なんだか、おめでたいことだからしょうがないけど、こういったことがあるグループなんでしょうね。2016年にはベスト版がリリースされてるぜ。と、まあそういうことで巨額のプロモーションで事務所が倒産の結末になってしまいましたが、この事務所の社長は倒産後、新たな事務所を設立して現在も社長をなされているんだけど、その社長には娘さんがいて、その娘の旦那がジャニーズの風間俊介さんだそうです。へぇ、逆玉なのかどうなんだろうな。別にそういったことはなさそうなのかな。わかりません。どうなんでしょうね。娘さんも結婚する前は芸能活動をしていたみたいで、出会うきっかけは、自然な形だったみたいで、そういう普通の出会いだったんでしょうね。お父さんから昔の少女隊の話をめっちゃされてるのかだぜ。武勇伝ではないけど、いろいろ話されてて、へえ、そうだったんですねーとか言ってる姿を想像しちゃうわね。この風間俊介さんは役者や司会で活躍しているけど、なんかちょっとクスッと笑ってしまったのが、もともとセンターポジションで生田斗真さんと共に踊ったりしていたんですけど、高校受験で半年間芸能活動を休止します。それは現実を見据えたいい考えだな。そうよね。で、戻ってきた時には元のポジションには戻れず、生田斗真さんの後ろで踊ることになり、まあ、しょうがないな。それでもドラマの金八先生で講演をし、新人賞なんかを受賞します。これを機にドラマへの出演が増え、生田斗真、山 P、長谷川淳と4トップスを結成。おお、いい感じだな。本人も以前のポジションを取り戻し、アイドルとしてやっていけるぞって思ったでしょうね。でも、ジャニーさんにこのメンツではデビューすることはないと断言されてるのよね。いやいや、じゃあユニット組まないでよって笑うわよね。まあ、そうだな。でも多分実験してたんだろうな。どうやら P を生かそうと。なるほどねー。まあ、そんなこんなで、事務所が大破した、その社長の娘の旦那が風間俊介だったというオチでございました。